所沢駅。所沢駅は、埼玉県所沢6の木台1丁目にある、西武鉄道の駅である。所沢駅管区をまとめる駅であり、所沢狭山川岡間、下山口、西武球場前を管轄している。新宿線、駅番号、SS22 と池袋線、駅番号、SI17 が乗り入れ、両路線の乗り換え駅として機能している。歴史的な経緯から、 西武鉄道の案内図では、新宿線の方が優先され、新宿線所沢駅としていることが多い。このほか、池袋線あたり駅秋津間の秋津寄りに、JR 武蔵野線新秋津駅への連絡線が分岐している。武蔵野線の開業後に、この連絡線を使って、貨物列車の受け渡しが行われたが、貨物列車の廃止後は、 新型車両の搬入や他社へ譲渡する中古車の搬出用車両輸送に使われている。なお、孤立路線である玉川線の車両の出入りも、この連絡線を通じて行われている。新宿線、池袋線ともに、全定期旅客営業列車が停車する。単式ホーム1面1線、島式ホーム2面4線、計3面5線を有する地上駅。歴史的経緯により、 駅への進入経路が新宿線と池袋線で上下線が反対のため、行き先方面が直感的に分かりにくくなっている。1号車の方向は当駅を基準として池袋線では下り側、反応方面であるが、新宿線では上り側、西武新宿方面と逆になっている。この配線のおかげで西武新宿発、西武急上全高、本川越発、 西武球場前行など柔軟な運行が可能になっている。駅名表に全駅は表記されていなかったが2008年から設置された新デザインの駅名表には全駅が表記されている。中央が上り池袋、西武新宿方面ホームとなっている。このために池袋線の列車と新宿線の列車との接続列車待ちがしばしば行われる。歴史的な経緯から 先に建設された新宿線が一直線に当駅へ進入しているのに、対し池袋線は新宿線に合わせるような形で建設されたため、上下線とも急カーブで駅構内に進入する形になっている。各ホームを連絡する古線橋は3カ所あり、東村山、西と沢側の古線橋は東口、南口へアクセスする、橋上改札があった。 2012年11月27日より廃止。2012年3月8日には、ホーム中央部の古選橋が廃止され、新京上駅舎の一部の共用を開始した。こちらは西口へアクセスする改札がある。航空公園、秋津川の古選橋からは、京上改札にはアクセスできない。6月改札外に、駅中店舗、エミオ所沢が開店し、 13店舗設置された。11月には改札が1カ所に統合され、改札内にエミオが7店舗開店し、階段とエスカレーターが新設された。改札外は新京上駅舎から東口へアクセス可能となった。2018年3月2日より、グランエミオ所沢としてリニューアルオープンし、改札内と東口ビルを直結する改札が新設された。 ただしパスモ等の IC カード専用で利用時間は東口ビルの開店時間に準ずる。現在は西口側に中央、南側の古典橋を結ぶ連絡通路の開設に向けて工事が行われている。トイレは一番ホーム上と東口改札外にあり、誰でもトイレ、多機能トイレは東口改札外側にのみ設置されていたが、2012年11月27日より、 新京上駅社会札内一箇所に統合をされ、西武鉄道としては、初となる、キッズトイレも設置された。開設以来一世紀以上の歴史のある駅であるが、これまでにホームコンコース、校内配線などの部分的な改良は行われたものの、駅全体の大改良を実施したことはなかった。このため、ホームやホームの屋根は、新旧様々なものが継ぎ足されて構成されており、 時代が進むにつれて増築されていった歴史を物語っている。ホームの敷石については、開通当初のものが現存している。21世紀に入り、西武鉄道創立100周年の節目であり、池袋線が東京メトロ副都心線を通じて、東急東横線との相互直通運転を開始した2012年度の完成を目指し、 駅舎改良工事に着手することが2009年12月に決定し、その後完成した。改良工事の主なポイントはである。2012年11月27日に完成し、旅客用トイレの協定駅舎への移設、キッズトイレ設置などが行われ、これに伴い、南側の切符売り場、改札口は新協定駅舎への移設と廃止、 また南側の乗り換え用古線橋も廃止された。南側の自由通路は継続しよう。これらの改良点が評価され、所沢駅は一般社団法人鉄道建築協会が主催する第58回鉄道建築協会賞の作品部門において停車場建築賞を受賞している。出店店舗の詳細は西武プロパティーズ公式サイト、 所沢駅の店舗情報を参照。グランエミオ所沢駅中店舗。2018年平成30年度の1日平均乗降人員は10万4984人。西武鉄道全92駅中7位である。この値は新宿線、池袋線間の乗り換え客を含まない。新宿線内では高田の馬場駅、西武新宿駅に次ぐ第3位。 池袋線内では、池袋駅、練馬駅に次ぐ、第3位である。新宿線の乗降人員は4万人程度で、横ばいであるが、池袋線の乗降人員は、増加傾向が続いている。新宿線と池袋線の乗り換え客は、約12万人で横ばいであり、乗り換え客を含めた1日平均乗降人員は、約22万人出る。 近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。近年の路線別乗降人員の推移は以下の通り。当駅周辺は所沢市の中心部であり、駅を中心に市街地が広がっている。西口の駅前にはプロペ通り商店街をはじめ、西武百貨店、西友など大規模な商業施設が進出している。なお、 所沢市役所は移転し、隣の航空公園駅が最寄り駅となっている。当駅の東村山寄りからは、西武鉄道の車両工場、西武所沢車両工場への線路が分岐していたが、工場の廃止とともに、線路も撤去され、引っ込め線の敷地は転用されている。かつて踏切だった道路をまたぐ部分は、レール撤去の上整地。西口から、ペデストリアンデッキで、 西部百貨店、ワルツ所沢に直接つながっている。東口は1983年になって開設されたため、西口に比べて完成な街並みとなっているが、関西方面や成田空港などへの高速バスや、多くの一般路線バスが発着する。西口にも路線バスが発着しているが、西口発着の路線は、付近の道路渋滞による影響もあり、多くが東口発着や、 大駅発着に変更され、松が岡方面など一部の路線だけに縮小している。南側にある東村山7号踏切は、新宿線と池袋線が通り、反応よりに留置線もあるため、距離の長い平数の踏切となっている。自動式だが、西口側には係員が常駐している。所沢市役所、所沢郵便局は、航空公園駅がもより、 路線バスとコミュニティバスは、西武バス、所沢営業所により運行されている。空港連絡バスと高速バスは、西武バスと他社の共同運行となっている。1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、スクールバス、1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。